お疲れ。今日はどうだった？今日奥様の機嫌最悪。マジで窓枠なぞられた。タダッチ、掃除遅いって絞られてた。マジどうしろと。汗くせ、シャワー浴びてきなよ。つーか部屋狭いよね。お屋敷広すぎんのに量はケチりすぎ。ねえガラスさん、なんでヤスだけは三人部屋じゃないわけですか？知らないわよ。部屋の割り振りは源氏様が決めてんだもの。私だって納得いかないわよ。ですよね。普通22にしますよね。つーかさ、ヤスって何者なの？お嬢様と学校通うのが仕事みたいなもんだし。語学友ってやつ？さっぱりだわ。熊沢さんって明らかにヤスにだけ甘いよね。というか孫か何かと勘違いしてるよ。あれ絶対これで同じ給料もらってるとかマジありえないわ。意味わかんない。あんたに学校あるのはわかってるけど、一応は使用人なんだからね。いつまでもお手伝い感覚じゃなくて、早く一人前になって私たちと同じ仕事しなさいよね。私たちいつまでもあんたにだけ甘くないからね。わからない。神様のおぼし召しだとしか言えないよね。うん、あなたを立派な人間に育てるための試練だと思うの。だってあなたは選ばれた特別な人だもの。特別だよ。だって他はみんな大きい人ばかりなのに、
幼い中からあなただけが特別に選ばれた。あなたはみんなよりとうも幼いけれど、ということはみんなと同じ年になるまでここで頑張ったなら、新しく来る人たちよりずっと仕事のできる人になっているということだよ。源氏様にも認められて、あなたは新しく福音の家から来る人たちに仕事を教えてあげるリーダーの役になるの。そしてきっとみんなに尊敬されるわ。その頃にはきっと奥様にも認められて、親方様や旦那様にも認められるようになってるよ。それがあなたの未来。そうかもしれないね。だってあなたが後宮家の使用人に選ばれたのは本当に不思議だもの。ひょっとすると本当にあなたは誰かが噂していたように後宮家の血筋を引く誰かの隠し子かもしれないね。あなたは何を、どこまで知っていたの？君は黙して何も語らないけれど、いつも全てを最初から知っていたんじゃないのかい？19年前、赤ん坊を抱いた使用人が転落し、君は夏日から報告を受けたね。そして崖下へ行き、まだ赤ん坊が生きていることに気づいたんじゃないの？生きているか死んでいるか、そのような判断は私にはできかねました。それを判断したのは誰？決まってるわ、お医者様よ。どうなの、南條先生？よろしいのですかな、私が語っても。先生の口からお願いできるのであればお願いします。わかりました。事故の時すぐに源氏さんから連絡が入り、秘密裏に診察するように念を押されました。秘密裏に？どうして？クアドリアンのベアトリーチェさんも、そしてその子供である赤ん坊も、戸籍のない、存在しないはずの人間でした。公になればいろいろとまずいこともあるでしょうな。赤ん坊に戸籍を与える準備は進めておりましたが、その時点ではまだ至っておりませんでした。死なれてはどうにも困る時期だったのです。では落ちた使用人は単独事故の扱いに？夏日は黙して語らない、簡単な工作さ。でもその赤ん坊は生きてたのね。さようです。無論大怪我でしたとも、あれだけの怪我をして生きながらえたのは奇跡でした。もう少し何かの角度が違えば、あるいはもう少し源氏さんが運び込んでくるのが遅かったら、あらゆる奇跡が集まってその赤ん坊は生きながらえていたのです。私は諦めていました。まさか生きているはずがないと思ったのです。でも生きていた。生命のなんと力強きこと。ううん、これは運命だわ。運命、生き延びてやがては何かをなせという運命。はい、私は
これを何かの運命だと思いました。六軒島で生涯を終えられたクアドリアンのベアトリーチェ様の血がこの子に何かを託し生き延びさせたに違いないと、そう思ったのです。しかし源氏は赤ん坊が生きながらえたことを主人の金蔵には伝えなかった。不幸な事故で転落し死亡したと短く伝えた。金蔵は嘆き悲しんだが、その嘆きは悲しみよりも狂気に彩られたものだった。おお、ベアトリーチェよ、なぜに再び我が元より逃げ去るのか。今度こそ過ちを繰り返すまいと誓ったのに、なぜに、なぜに。源氏は尊敬する主人のことをただ一つだけ信じていないことがあった。それはベアトリーチェの孫を果たして本当に家族として迎え入れられるのかである。源氏はクアドリアのベアトリーチェにもずっと仕えていた。その胸中についても詳しかった。彼女が金蔵の寵愛を一身に受け父のように敬愛していたことも、しかしそれは金蔵のそれとは異なった。金蔵は彼女をベアトリーチェの生まれ変わりと思い、亡きベアトリーチェへの万感の思いの慰み者にしようとした。その思いをクアドリアのベアトリーチェが受け入れきれるわけもない。彼女は父のように思い尊敬してきた金蔵自らにその思いを踏みにじられることになるのである。自分は父のように思ってたのに、向こうは妻と思ってた。ああ、それは思いのすれ違いが生んだ悲しい恋。金蔵様のお気持ちもわからぬわけではありません。私もお酒を飲みながら聞かされたことはあります。私は笑い話と思って聞いておりましたが、育つほどに母に生き写しになる驚きを。年を重ねるごとに抑えられなくなっていく胸の高ぶりを。悲劇を引き起こしてしまうのではないか、私はそう思いました。ベアトリーチェ様は苦しんでおられました。しかしついにご自身の気持ちと金蔵様の気持ちが違うことに理解が及ばなかったのです。私はベアトリーチェ様より何度も胸の内を打ち明けられ相談を受けました。しかし私には申し上げられませんでした。それは確かに言えないね。父のように敬愛する人があなたを死んだ母の代用品にしようと思ってるなんて。一応金蔵さんの名誉のために申し上げる。金蔵さんも苦しんでおられた。生き写しになるその娘が娘と思えなくなると苦しんでおられた。私は父として愛しなさいと助言した。金蔵さんも理性と良心に従い抗われたと思う。金蔵は愛した。亡きベアトリーチェの忘れがたみである娘に愛情を注いだ。父として注いだ。しかしならばなぜに娘に母と同じ名を与えたのか。ああ、金蔵の罪はベアトリーチェを失った時より始まっているのだ。彼女と引き換えのように死んだベアトリーチェ、その名でそのまま彼女を呼んだ。金蔵はその瞬間から彼女をベアトリーチェの生まれ変わりだと決めていたのである。つまりリオンとは、悲劇を犯した金蔵がその罪を悔い後ろ宮家に正しい形で迎え入れた存在ということだ。そういうことよ。他のかけらの話をするとお尻をつねられそうだけれど、リオンが迎え入れられながら金蔵が悲劇を犯すかけらなんてのもあったりして、そのかけらも探してみる？痛くありません、そんなもの。人の人生のあらゆる場所に
最悪の可能性や妄想を勝手に混ぜ込んで、その運命を嘲笑うのがあなたの仕事なんですか。残念なことに、こいつはそういう悪魔だ。魔女よ、失礼ね。源氏はそういう最悪の未来を予見し、より良い未来になるようわざと赤ん坊は死んだと虚偽を伝えたというわけだ。そうよ、かつて惚れた女の娘に手をかけてほとぼりも冷めない男よ。ベアトリーチェの気持ちを知り同情していた源氏は、金蔵のことをたやすく信じることができなかったの。金蔵の忠実なしもべである源氏がか。源氏は公私をしっかりと使い分けられる男よ。金蔵に忠誠を尽くす一方で、彼女に対して犯した過ちは容易に許されるべきではないと思っていた。かもな。源氏はリオンの存在が容易に知れることがないよう、三つも年齢を詐称させている。確かにこの世界の私は1976年に小学校入学になってる。その年には自分はもう4年生になってるはずです。病弱だったことが理由にならないなら、源氏はおそらく生まれ年もごまかそうとしたんだろう。19年前の赤ん坊のことを金蔵だけでなく夏日だって簡単には忘れないはず。そこにその年に生まれた不審な幼い使用人が入ってきたら、夏日の女の勘はピンときたはずだ。いずれにせよ、この世界のお前は年を三つ少なく教えられているはずだ。ご名答。この世界のリオンは生まれつき年を三つごまかされてる。虚弱で小柄、発育不良だったしね。案外ごまかせたみたいだわ。源氏は見届けねばと思った。金蔵が果たしてベアトリーチェの子を子として受け入れられるや否や、適齢になるまでを福音の家で過ごさせ、幼き使用人として呼び寄せる。父も子も互いに互いを知らない。源氏は思った。もしも真に親子の愛情があるならば、金蔵はこの子に亡き母と娘の面影を見るだろう。そして誰に明かされずとも親子の絆を取り戻せるに違いない。そう思った。あるいはその時はやがて自然に訪れるだろう。その時に父と子に真実を話せばよい。その日がやがて訪れることを信じて、源氏は何も知らせず教えず、運命の日を待ちながらベアトリーチェの子を見守るのである。